カーアルビレックス新潟が6年ぶりの J1 での戦いを前に、新潟市の神社で必勝祈願を行い気持ちを高めました。絵馬には力強い目標が綴られました。新潟市の古町神明宮には昨日アルビレックス新潟の監督や選手などが訪れ、6年ぶりとなる J1 での戦いを前に必勝を祈願しました。もっともっと高みを目指してやっていかないといけないと思うので、慣れたメンバーでやれるということはいいですけど、それをより刺激を与え続けられるようにやっていきたいです。あさってからは高知県でのトレーニングキャンプが始まります。究極のチームへ、松橋力蔵監督はこの言葉を絵馬に記しました。これまで続けてきたことを続けていくだけではダメだと思っているので、逆に言えばその理想や自分たちのものをどう壊して一度そこからもう一回積み上げていくかということは大事になってくるかなというふうには思ってます。またおとといは今シーズンから新潟に復帰する新井直人選手などが県庁を訪れ、橋本副知事に活躍を誓いました。アルビレックス新潟は来月アウェーでセレッソ大阪との開幕戦に臨みます。